東京カレッジが主催する「日本の高齢化社会老人だけの問題ではない」シリーズにようこそさまざまな分野の視点から日本と外国が人口動態の変化にどのように対処してきたか振り返り高齢化社会の未来の可能性を探るショートダイアログを開催しますこのダイアログではインフラストラクチャーと移民についてお話しします 今日のスピーカーは東京大学のポストドック研究員ダダ・ドコットさんとマーク・ブークマンさんです。ドコットさんは人類学者であり、コミュニティワーカー、アーティストでもあります。研究の中心は海外からの労働力移動が日常生活に浸透しているフィリピンです。フィリピン人移住者のジェンダーや人種による労働の奇跡を調査しています。 ブックマンさんは日本と世界の文脈における障害者政策と関連する社会運動の歴史家です。日本や国際パラリンピック委員会、国連といった場所で政府機関や企業の障害者政策コンサルタントとして活躍しています。このダイアログのモデレーターを務めさせていただきます東京カレッジのプロジェクト研究員。 宇田川芳恵と申しますダダさんとマークさんにエイジングプロジェクトのコラボレーションについてお聞きします。お二人は研究者としてどのようにこの高齢化を研究しているんでしょうか私の専門である障害学では明らかに加齢と障害は絡み合いつながっています。専門分野から老化についてどのように考えるか2つの例を挙げます。 一つ目は老化は障害者の経験に付随する傾向があるということです。つまり体や心が年を取るにつれ様々な種類の事故や怪我、病気などを経験しやすくなり、それが障害者の状況につながることが多いんです。もちろん、高齢者と若い障害者の間には違いがあります。 彼らのニーズは異なるかもしれません。資源へのアクセスも異なるかもしれません。例えば若い障害者は教育や雇用のためのサポートが必要かもしれませんが、高齢の障害者は家族や人脈といった障害のリソースを利用できるため、異なるニーズを持つかもしれません。つまり、加齢と障害の交差点では、加齢が障害につながる可能性があるんです。 これは私たちが障害の領域で考えている他の多くの種類のカテゴリーの一つにすぎません。私たちは、加齢と障害を年齢、人種、性別、階級、様々なアイデンティティと交差するものとして考えています。ですから、ある空間において何が人を可能にし、あるいは障害者にするのかを考える上で非常に重要なことです。 もう一つ障害学と高齢化の交差点について申し上げたいのは歴史的にしばしは若者と高齢者という異なるグループの人々がさまざまなタイプのリソースを求めて手を取り合ってきたということです。例えば若い障害者と高齢の障害者の間に違いがあることを述べました。 しかしそのような違いがあっても公共交通機関や建築物へのアクセスを改善するために若者と高齢者が協力するケースはあります。つまり、年齢と障害はある意味ではスペクトラムでつながっており、ある意味ではパートナーシップであり、またある意味では対立するものだと考えています。 政府には一定の資源があり、地域には一定の資源があるとして、例えば医療費として年間いくらと決めた場合、ある高齢者にとってはそれで十分でも、ニーズが異なる若い人たちにとっては十分ではないかもしれません。また、その逆の場合もあり得ます。ですから、一つの加齢と障害を スペクトラムとして捉え、仲間づくりの機械であると同時に、分裂の機関、機械でもあると考えます。このような関連性や障害研究がどのように高齢化にアプローチするかについて考えてみたいと思います。マークさんありがとうございました。たださんいかがでしょうかマークさん素晴らしい研究の紹介ありがとうございます。 では私の専門である人類学に話を移します。人類学者は一般的に方法としてライフヒストリーを記録することに関心があります。人類学者は人間が政治的、歴史的、文化的な変化にどのように対応し、適応してきたかを理解するんです。人類学は歴史的に成人式の儀式などのイベントを研究することで、ライフサイクルを研究してきました。 研究に用いる材料としてはオーラルヒストリー、証言、神話などが一般的です。こうしたさまざまなイベントやデータ収集の方法において高齢者は常に文化や歴史の担い手として重要な役割を担ってきたんです。しかし人類学者が都市の文脈で高齢者を調査するようになったのは1970年代くらいからだということです。 歴史的に人類学者は他者を調査するために非常に遠いフィールドに出かけていました。つまり人類学者が自分たちのコミュニティを研究しようと考え始めたのは60年代後半から70年代です。私が尊敬する人類学者の一人で高齢者を研究していたのはバーバラ・マイヤーホフです。 彼女はカリフォルニアの老人ホームに住むユダヤ人の高齢者コミュニティについて書きホロコーストの犠牲となったこれ高齢者がいかにつらい過去を抱えているかまたお互いに連帯し自分たちの間でコミュニティを構築する機会を得ているかを調査しました。バイアホフはユダヤ人人社会に目をを向け、人類学の古典的作作品となったた民族史を作成したんです。 例えばユダヤ人の年長者がホロコーストをどのように生き延びたか彼らが悲しみをどのように処理し過去をどのように思い出すのかどのように痛みや再びトラウマをもたらす一方で彼ら自身の間にコミュニティを構築することも研究対象としていたんですありがとう 田田さん、マークさんありがとうございました。二つ目の質問をさせてください。エイジング研究という広い分野でのご自身の関心、興味について聞かせてください。私自身の関心ということでは、グローバルな発展の機会やアクセシビリティ、そしてそれについての考え方に関わることが多いです。 私が考える高齢化について必ずしも広い学名的な観点からではなく個人的な観点からですが一般的な背景情報をお話したいと思います。私は日本の障害者誌の研究者ですが同時に日本の高齢化問題についても研究しています。現在、日本の人口の約3割が65歳以上です。 つまり現在世界で最も急速に高齢化が進んでいる人口が政治的にも大きな力を持ちその人口のために経済的にも大きな圧力がかかりそれに結びついてイノベーションと機会変革の機会がたくさんあるんです先ほど申し上げたように障害者団体や活動家が高齢者団体と手を結び人口動態を利用して 技術やインフラ、教育や雇用の新しい発展を促し多様なニーズを持つ人々にとってより持続可能な生活環境を実現しようとすることが最近の日本では見られるようになりました。私自身はこうした議論がどのように展開され誰がその一翼を担うのか またどのようなニーズがありそれをどのように受け入れていくかに大きな関心を寄せています。東京に住むアメリカ人の車椅子ユーザーである私のニーズは、こうしたロビー団体では考慮されていないかもしれません。もし考慮されていたとしても他の誰かが同様に取り残されてしまうかもしれないんです。 歴史家として個人的にもアクセシブルな技術の多くがこの高齢化ブームによってもたらされたものであるためこの高齢化の波に誰が乗るのかそれに伴う政策や技術の変化について考えることは私にとって大きな関心事です。 非常に短い答えですが参考になればと思います。たださん、あなたが何を言うのか関心があります。マークありがとうございます。もちろん人類学には非常に広い分野があり様々なセクションがありますが、 あなたの質問に答えるために、具体的に何をしているのかに焦点を当てたいと思います。私はフィリピンの強度の人類学者をしています。私もフィリピン人です。比較的小さな農業都市であるフィリピンの私の故郷の様々な側面を移民がどのように変容させてきたかを見ています。また、故郷からディアスポラに変わった人たちについてもフォローしています。 また、マークさんやヨシエさんもフィリピン人が世界で最も移動の多い民族であり、人口の10%が海外に住んでいることを知っていると思います。その労働者の多くが介護士や看護師です。フィリピンでは人々の移動はもちろん70年代だけに始まったことではありません。歴史的にもやむを得ないことでした。 今書いてる私の本のプロジェクトで東京カレッジのサポートにお礼を言いたいんですがこの章では20世紀のアメリカの植民地化時代にアメリカ海軍で働いていたフィリピン人の退役軍人たちの記憶形成プロジェクトについて論じています。1901年アメリカはフィリピン人をアメリカ海軍に採用し始めましたがそれはスチュワードという非常に限定的なポジションでした。 スチュワードはフィリピン人と黒人の仕事で白人はアメリカ海軍のそのセクションで働くことはできません。長年船で働いた後こうした人たちはアメリカ国民として また、尊敬される老人として、ドルの貯金を持ってふるさとに帰ってきました。そこで定期的に寄付をして公共インフラを整備し、その貯蓄や富を地域社会に再分配することが多かったんです。例えば、台風の被害者のために寄付を集めました。それだけでなく、彼らは頻繁に集まってパーティーを開き、自分たちの間で積極的にコミュニティを形成していきました。 人類学者者として私は高齢者がが語語る物語に興味があります。なぜなら非常に長い間高齢者は神話やその他の形式の文化を語るために利用されてきましたが植民地化帝国そして多重植民地であるフィリピンの文脈の中で働く彼らの仕事の経験は語られることがなかったからです。 故郷がどのように変容していくのかを理解する上で高齢者の声は重要だと思いますわかりましたありがとうございました次の質問は高齢化社会の理解に貢献するような専門的なインターベンションは何ですか可能であれば研究領域におけるアジア社会での成功例失敗例も教えてください もちろんです。高齢化と交差する障害研究のインターベンション成功失敗という点ではかなり多くのことが言えますが障害と高齢化が明らかにしていることの一つは高齢者へのインターベンションは多様でありそうでなければならないということだと思います。 この講演で何度か言いましたが、一つはアイデンティティの工作要因です。同じ政策の恩恵を受けるかもしれない高齢者より若い人、日本人よりアメリカ人、たとえ同じ年齢であってもこれらのグループの人々は多様なニーズを持っており、そのニーズに対応しなければなりません。 一つの政策に全員を当てはめようとしてもうまくいきません。もう少し具体的に見てみましょう。例えば洗濯やシャワーなどのホームヘルプを一日4時間全員提供するとしたら4時間で十分な人もいるでしょう。しかし重い障害者では4時間では足りません。 政策が失敗するときは個人だけに影響するのではないということがわかります。この場合、より重い障害を持つ人が不便を強いられるだけでなく、その友人や家族もケアの差を埋めていかなければならないんです。地域の人たちがその存在を頼りにしているのだろうから、 例えば外に出るためにシャワーが必要なのにそのシャワーが浴びられないとなると突然外でも交流がありそうな人たちも不便を感じますつまり影響を受けることになるんです障害と高齢化から見えてくるのはカスタマイズされた柔軟で多様な対応がいかに重要であるかということです 経済的生産性を維持したいのであれば、社会的生産性を維持したいのであれば、新しいタイプの人間関係や親族関係を促進したいのであれば、インターベンションとしての障害が、私たちの多様な政策対応という観点から高齢化へのアプローチ方法を再考させることになることがわかっています。成功例と失敗例ということで申し上げますと、 一方では多様性について考えることは非常に強みであり成功でもあるんですが、いくら多様な対応について考えても、結局高齢者向けの政策を構築するには現実的な制約があります。物的資源の限界、人的資源の限界、資金の限界、 そして政策を実行しようとする人の意識の限界などがありどうしても取り残されてしまう人が出てきます。ここで国典的な費用を言いましょう。背の高い車椅子の人のために高い便座を作る。低い車椅子のために背の低い便座を作る。しかし中型の車椅子の人のために中間の便座を作る必要があるかもしれない。 もし正確に正しい高さでそれらを用意しなければそれを使うことができないそういうことを想像することができますこのように多様性に対応しカスタマイズやフレキシビリティを確保しようとしても一部の人が取り残されてしまうんです。日本の場合高齢化率が非常に高いため意思決定のプロセスから取り残されるのはです。 若年層であることが多いんです。また、建築環境やインフラへのアクセスも失われています。障害者は多様性と包摂性を強調する原動力になりえますが、その理論と現場の現実との間に断絶が生じることがあり、それを解決する必要があります。 そうしたことを考えるべきだと思います。田田さん、この件に関するあなたの意見をもっと聞かせてください。ありがとうマーク。日常生活における二つの特殊性に注目した障害学について、あなたが言ったことに非常に関心があります。 様々なニーズを持つすべての人に対応することが必要だということです。人類学も同じような研究をしています。人類学は研究に民族史的な手法を用いることが多いんです。これは特定の場所、特定の文化、特定の状況を長期にわたって研究する方法です。民族学の手法は高齢化社会における人類学の最も有益な貢献の一つであると考えています。 例えば、バーバラ・マイヤーホフのエスノグラフィーを見てみると、彼女の研究は典型的なインタビューをはるかに超えています。彼女は見知らぬ人間として登場するだけでなく、その場所に滞在し、日常生活で起きている非常に複雑なプロセスを見ようとしました。 彼女は日常生活や老人ホームを調査し、老人たちの抗議活動など、家の外で起こっていることも観察してきました。この抗議行動では高齢者も重要なアクターの一人でした。また老人ホームの中だけでなく、外でもコミュニティがどのように組織されているのかを見ていました。 このような人類学によるエスノグラフィーはコミュニティの中で高齢者の間に築かれる文化、アイデンティティを解き明かす上でも実りあるものだと思います。それらがエイジング研究における人類学の分野の成功例です。 一方、失敗という点では、時に倫理の面で少し問題があるかもしれません。マークさんが言ったように、資金の制限や時間の制限など、特定のコミュニティを研究するのは難しいことです。バーバラ・マイヤーホフの研究をもう一度振り返ってみると、彼女は当初、力のコミュニティの研究をしたいと考えていました。 1970年代に資金援助を受けた時彼女は別のコミュニティを研究したいという衝動に駆られましたしかしおばんに地下のコミュニティについて尋ね始めた時彼女は実際年配の方から「なぜあなたはここにいるのどうして自分のコミュニティを研究しないの?」と言われたんです人類学者は通常他者を研究するものですからその時彼女は少しショックを受けました インタビューをしようとした人たちの反応から、彼女は自分のコミュニティに焦点を当てようと考えたんです。また一緒に仕事をするコミュニティを見つけるのに苦労することもあります。もっと協力的になる方法、もっと倫理的になる方法はたくさんあると思います。 人類学者は倫理やコミュニティの中で働くこと、あるいは他の場所で働くことについての問題に取り組み続けていると思います。田田さん、マークさん、ありがとうございました。次の質問はすでに少し触れていただいていますが、高齢者以外の社会グループやステークホルダーについて、研究を通じて関連性があると思われるものを教えてください。 もちろんですこれまでの私の回答で明確には出てこなかったことですが明らかに障害者人口と高齢者人口の間には深いつながりがあると信じています重複している場合もあれば別々に扱われる場合もあります一つ言えるのは高齢者が政策の変更を推し進める時 その変更から生まれるテクノロジーには複数のステークホルダー複数のグループが関わっているということです例えば建築家がドアを広くしたりトイレを一定の高さにしたりして利用しやすい部屋を作ることに着手しなければならない場合エンジニアがある種の体に対応する車椅子を作らなければならない場合 教育者が子供たちに高齢化の問題にどうアプローチすべきか理論的にまたは実践的に教えなければならない場合医師が高齢者を治療しなければならない場合などですこのように一人一人が自分の望む範囲で自立した自己決定的な生活を送ることができる環境快適な環境の整備に関わるすべての関係者は 社会のほぼすべての人が高齢化の形成に関与していると言っていいと思います。高齢の人を助けるかもしれない車椅子用の歩道のスロープを取り外すことが、若い車椅子ユーザーを助けるかもしれないと考えることができます。 また視力が低下している人の生活を少し楽にするような標識が実は若い弱視の人の助けになっていることも考えられます。ですから社会のあらゆる異なる部分の複数の利害関係者を含むこうした介入は障害者の多くの多様な層にも影響を及ぼすと想像できます。 同様にベビーカーを必要とする子供を持つ親のグループについて考え、彼らが建築関係のレクリエーションからどのような恩恵を受けるかを考えます。また、負傷した退役軍人が様々なリハビリテーションや医療制度の恩恵を受けられるかどうかも考えています。結局のところ、 老化に対するインターベンションは理想的には複数の人々に影響を与え、それを含むものなんです。つまり介入の形、つまりインターベンションや形態を決定するのは誰なのかに興味があります。 高齢者のためにトイレを作るとしてなぜこの高さでこの高さではないのか地域の福祉制度へ一日に何時間のセラピーを受けられるかを決めるならなぜこの長さでこの長さではないのかそのような選択は政策を実行しなければならない人たち建築家や市長そしてその政策の恩恵を受ける人たちつまり障害者やベビーカーを持つ親たちの活動に影響を与えるからです。 ですから、高齢化には社会を完全に構造化する力があり、私たちは障害者や、また健常者に対し、両方の境界を放棄する人のためにもっと注意を払わなければならないと思います。ありがとうマーク。介護を提供する人々、政治家または介護者、 親族、そして介護を必要とするかもしれない人たちに必要な施設を提供する人々の非常に広大なネットワークについてのマークさんの指摘ありがとうございました。同じように人類学者も高齢者を取り巻く状況を解明しようとしています。高齢者に関して特に 私のフィリピンでの研究に関連していますが、例えば看護師を含む介護士は、直接高齢者に関与する労働力を持つグループとして見ることができます。例えばカナダや日本といった北半球の国々における高齢者介護の事例を見ると、介護士をグループとして見ることは、必然的に移民というテーマにを 目を向けることになります北半球の介護産業はフィリピンなどの南半球の国からの労働力を調達していることが多いからです日本の場合フィリピン人の介護士が日本で働くために採用されますが言語トレーニングや移住者の統合のための十分なサポートがないため移住労働者にとっては非常に困難な状況になり 契約よりも早く退職したり、滞在しない移住労働者もいます。その結果、介護士不足が深刻化し、介護施設にいる高齢者にも影響が及びます。またコロナのパンデミックの際には、ドイツやイギリスといった国が、 フィリピンが医療従事者の派遣上限を増やし他の種類の貿易と交換することを期待してフィリピンと協定交渉を行いました実際に介護士の需要を確認することが必要だったんですありがとうございました高齢化社会について素晴らしい考察ありがとうございます皆さんのコメントやフィードバックを聞いていると 高齢化社会というトピックについて、異なる分野からの視点、方法論的アプローチ、ステークホルダー、そして日本の問題点を考えることが重要だと感じました。ありがとうございました。自然とロボット、そして言語と文化についての対話は、 YouTube のチャンネルで行う予定です。ぜひご覧ください。ありがとうございました。ではまた。